やっぱりそのタイミングってあるじゃないですか。まだうまくいかねえな、まだうまくいかねえなって言って楽器って練り上げて作っていくんだけど、今の品質我々もかなり満足してきてるんですよ。そうするとじゃあこの品質でストラトを作ったらどうよみたいな、でも人んちのもんじゃんっていう、その行ったり来たりもありつつ、でそれを今回のこれには盛り込んではいます。だからうちの今通常スギブランドで出しているモデルの、クオリティを今のストラトシェイプに持ち込んでるというとこですかね。あのいいものはいいものとして崩さないようにしようっていうコンセプトの中で、まあちょっと後で話しますけど、木村があのじゃあ主となってやろうと、まあ彼もね84、5年だと思うんですけど、私の部下で入ってずっとあの前の会社の時にはデザインやったりしてまして、一緒にやってきた人間で、非常のマニアなんですよね、楽器のね、楽器っていうかまあギター、エレキギターとかアンプとかなんで、まあ、あのそのところでじゃあ盛り込んでじゃあ今回は彼担当でやろうということで、まあ、私の方で線は書いたんですけども、あの基本的にアイディアとかはあの彼に一任して今回はやってもらってます。意識してるのはやっぱりちょっとあのリビングとかにここを置いとって手軽に取れるギターというか、あの値段抜きにしてこう良き相棒になってくれるようなギターになってくれればいいかなっていうところで、音重視というところもありますよね。はい。まずこの3シングルに関しては、あのもうちょっとあの50年代のストラト5455あたりですかね、あの結構ミッドに芯があってこうドーンと音が出るような、ああいう音に仕上がればいいかなっていうような、あの元にやってます。で SS エンチに関してはあのこれはどちらかというと、もうアンプ選ばずにこういろんな音楽にチャレンジしてもらいたいなっていうので、まあハムも入れてるんですけども、で、ちょっとアーミングも派手にやってもらいたいというところで2点指示で、上はあのマグナムロックって後藤さんのパーツですけども、あの弦をロックして音の狂いを、なるべく減らして、スタジオワークからライブまで行けるような感じですかね。でもまあこれもどちらかというとこうパッと手に取ってあの演奏していただけるような感じの、コンセプトにはしたいなとは思いました。はい。これ1本持ってまあケースの中にちょっと歪み1個ぐらい持っていけば、あとアンプでねあのドライブさせてちょこっとギグぐらいな感じではできるんじゃないかなって感じしますよね。そうですね、塗装はあのこれは めちゃくちゃ薄いです。あのまあ、これも見てもらうともう下のアルダーのラインが見えますけども、それをきちっと鏡面で仕上げてる。あのまあこれはあのヴィンテージのギターってもうケージ変化でもかなり痩せ込んでて木目がきれいに出てきてますよね。まあその辺のやつを再現してっていうのが、1954年にストラトが今みたいな音をしてたかよっていう、実はこれアビゲイルと話した時もそれだったんですよ。その今まさに新品の素材を使って新品のもので40年も前の音を作ろうよ、50年前の音を作ろうよじゃなくて、今のヴィンテージでいいって言われてるのができたばっかりってどんな音をしてたんだろう、50年経って今のやつを聞いたらヴィンテージができてくるみたいな、そういう発想であのピックアップの方もね考えてみたりとか、音をするためのピックアップ選びしたりとか、そんな発想で塗装もあのやってますね。ぜひどんどん傷がついてもいいなって言えるような塗装してありますんで、あのどうしてもね傷ついたら直したいって楽器とこの傷がなっていうのが2つあると思うんですよね。味になってるから、そういうことです。でも常にピカピカしてて欲しい車もあるわけじゃないですか。あれと同じで、あのこいつはどっちかっていうとその辺とか置いといて、横置いといて引いてちょうだいよって、でまた横置いといてって、たまにほこりついたから服かプライベートもいいかなみたいな感じで作ってます。こだわってみて、あの実はな外から見えるわけでもないし、音が変わるかったらさほど影響ないとこなんだけど、でもやっぱりこう楽器作る時っていうのは入れ込み気持ちがすごく大事なんで、そこまで自分で入れ込んでやってくれると、
まあそれなりのものが上がってくるだろうとは思いますね。うちの杉本からも話あったと思うんですけど、ネックのまあシェイプもそうですし、あの手に取った時のその感動もあると思うんですけど、自分の中では甘い音が、あ、なんか使えそうな音だなっていうのを感じてくれると嬉しいかなっていう。最初になんかこう音がこれダメだなって言ったらもうすぐ却下されちゃうじゃないですかね。そこでちょっと甘い音がするといいのかなとは思ってますけど、はい。これ今クリーンで、フロントですけど、これもあのナットも、さっきのアップダウン一緒っていうのは、結構この差がないようにって感じですかね。で、6弦、5、6弦がちょっとチリっていうぐらいの、あのビレが発生するぐらいの方が音的には色気が出るのかなっていう感じだったので、ちょっとチリって入る、このぐらいで止めて全体をこうバランスとっていくって感じなんですけども、はい。アップもですね、一応アップ目指して設定してあります。ここら辺はあのもしアップ嫌だなと思ったらちょっとバネを強く締めてあの下げてもらえれば、それはここでできるかなって感じですかね。それよりもフローティングの方が難しいと思うので、フローティングであの出荷したいなっていうところです。まあストレスなく弾けるっていうのが一番ですかね。あのなんかちょっとバズっぽいナットで癖があるギターも可愛いっちゃ可愛いんですけど、なるべくストレスなくさらっと弾けて、であのスタジオワークからライブまでこなせれば一本で何でも済めば、それはそれであのいいのかなって感じますね。あの良き相棒になってもらえるのかなって思います。はい。あのこの人しか使いこなせねえだろうじゃなくても、あのより多く使えばいいんですよ、うん、他のまあ変なんですけど、うちの DS にしても何にしてもやっぱ同じです。やっぱり道具として使ってもらってね、それで音楽作ってってもらえる。だから音を作っちゃいけねえぜってよく言うんですけど、音楽作ってよみたいなだから耳こう当たってね、ここのピークがとか、それはレコーディングする方たちとかミキシングやる方たちとかが言ってくれればいいんであって、やっぱりあのノイズも音楽のうちだと思ってるんでね、あのなんていうかな、心に残る音楽っていうのはクリア、限りなくクリアな音じゃなくていいわけじゃないですか。その時の情景が思い浮かぶ。例えばライブ聴きに行って、隣の人がくしゃみしましたって、その全てがあって初めてその条件が思い浮かべられるじゃない、ああそういうあの人邪魔したやがくしゃみしやがってみたいな。だからそのシチュエーションありきっていうのがどうしてもあるんで、あの音を作らずにやっぱりね、感情を込めた自分がやりたい音楽がストレスないようにできる。だからうちにもネックの処理の仕方とかもいかにストレスなく演奏できるかっていうことで、今うちの品質はあると思ってますんで、あの握りもしっかりなんですけど、弾きにくいのはちょっと NG だなと思って、まあ弾きにくいっていうのはあの原稿がとかじゃなくて、あのパッと持った時に自分の音が出せるか出せないかの道具になるかならないかってところですよね、はい、で遊びが若干ないといけないのかなって思いますね。あの何でもかんでも、ハイチューンのね、あのハイスペックがいいかっていうとそうでもないかなと思いますけど、じゃなかったら今の人たち真空管も使わないですよね。みんなフラクタル使えばいいんじゃないですかね。ラインで出せばいい。じゃなくてなんかこうちょっとシャークノイズもあったりとか、そういうのがいいんじゃないかなって。もう自然のだから楽器を作りたいなっていうところですかね。
なのであんまり他者もあんまりそんなにしっかり見ないし、自分たちの音がしっかり出てればいいのかなと思いますけど。まずは手に取って弾いていただいてね。で、こう本当に音を作るんじゃなくて音楽作るんだぞという気持ちで、ぜひたくさん弾いてもらってね、傷つこうが何しようが使ってもらえれば嬉しいなと思ってますけど。